復活よかった。ただいまー。お待たせしました。よかったよかった。よかったよかった。ただいまただいまー。おはようじゃない、こんばんは。声も美人なのね。え、そうですか？声めっちゃ低くないですか？そんなことない。あ、アンリちゃん、こんばんは。ユナさん、こんばんは。もはやんさん、ギリギリさん、こんばんは。みんな、こんばんは。明日ライブ行く人。おーい。やふみちチャンネルさん、毛糸やんな、これ。ありがとうございます。糸巻き巻き、糸巻き巻き。ヒデさん、こんばんは。はっきり聞こえていいですか？よかった。引いて引いて、トントントン。そう、今日はちょっと正統派を目指して、今日は正統派を目指した。気づいてくれて嬉しい。と、髪もストレートにして、服もおりぼんちゃんで、メイクもちょっと変えた。いや、あんま変わってないけど、見たことある服。そう、見たことあるかもね。キムパパさん、こんばんは。頑張ろう。レオナルドさん、こんばんは。頑張ろうね。カズカズさん、いいね。そう、清楚を目指した。今日慣れてますか、清楚に。今日は清楚風、清楚っぽい。いつもよりおとなしで、どこまでできるのか。アドリブ力 もうおとなしやったら、もう何しゃべる時もずっともう神で。かわいい、やったー、ありがとう。 Wish you all the best tonight。 日本語訳しますね。Wish you all the best。 今夜あなたが一番いい夜になることを願ってます。荒 吉さん、こんばんは。明日行くよ。時間なくて一番印刷になっちゃったけど、配信終わったら載せる。もう絶対見る。楽しみ楽しみ。早く見たい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  今日も可愛い。ほんまに？うれぴよ、明日めっちゃ楽しみやけど、ドキドキする。みんなで見つけてください、35番を。元気よく、元気、一番元気な子おるなと思ったら、それが多分私やから。パミュさん、チラッチラッ。めっちゃ楽しみやな。緊張する、さすがに。楽しみ。あんりちゃん、絶対見つける。見つける。ナイス、ひゃっかり。久々に出ました。安心してください。オーディオ受かってますよ。安心してください 安心してください。明日全力でアピール。全力でアピールします。もうびっくりするぐらい笑顔で元気よく びっくりするぐらい上品な可愛さ。上品ですか？やっぱ服装でめっちゃ雰囲気変わりますね。今日はちょっと清楚に慣れてるかな。慣れてたらいいな。
揃うんですかね。でも多分揃うんじゃないですか。101匹ワンちゃんみたい。ほんまに101匹ワンちゃんでみたいなもんですよ。ワンワン。その中から選ぶの、選ぶのとか探すの大変じゃないですか。ちゃんと見つけてくださいね。なんか心配になってきた。101匹ワンちゃんの中からちゃんと探してくれる？みんな。もうデビューした後のことを考えましょう。そうですね、私が考えてるのは劇場で自分の手作りタピオカを配る水分補給にどうぞって言って、もう買うんじゃなくてあげちゃう。ステージ立つの？トップ30突入。お、ランクアップやって、やったー。14位、イエーイ。13位までの壁が高いけど頑張ります。あんりちゃん、クマありがとう。クマ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 、もう合格でいいです。可愛すぎます。合格したい、頑張る。何の曲歌うんか楽しみ、楽しみにしといてください。番号ブラ、番号ブラって出るんかな。こんばんは、また来ました。まさやさん、ありがとう。来てくれてありがとう、ありがとう。今日も楽しもう。おお、今日は清楚系です。ハリネズミさん、ありがとうございます。頑張ります、応援してください。そうやな、 AMV 撮影のことを考えよう。 MV 撮影、キャハハキャハハみたいな。ヒロポンさん、うったまた来たよ、ありがとう。バラ、バラありがとうございます。ありがとう。番号をつけて、そうやったかな、うんうん、番号を書いたやつやったかな。ステージ立つのは、あとダンスのイベントとかでやったこととかはあるんですけどね。相変わらず可愛いね、嬉しい。明日目立って爪痕も全力で爪痕残してきます。もう私のことを知らん人も目に留まるぐらい頑張ろう、頑張る、頑張らないと。明日でいっぱい見つけてもらおう。ドキドキ。イベントは土曜日までです。土曜日まで、土曜日まで配信してるのでちゃんと見に来てね。寝るの夜公演だけです。ワクワク。すみません、私は英語で話しています。オッケーじゃあ英語で返します。グローバルだから。そう、マイさん、ハートありがとうございます。マイさん、ありがとう。うん、サナちゃん、サナちゃんツイッター見た、ありがとう。めっちゃ嬉しかった、ありがとう。アカウント作ってくれてもうありがとう。今日が最後の火曜日、そうですね、明日は最後の水曜日やし、明後日は最後の木曜日、もうその次は最後の金曜日、最後の土曜日、けど最後じゃないよ。君が目指すのは明日じゃない、もっと先のことだ。本当めっちゃかっこいいこと言ってくれますねもっと先を目指して頑張ろう。6日以降が悲しくなる。え、そう、私も悲しいてか寂しい。毎日配信したいから6日以降は信じて待っててください。頑張ります。サリウムピンクと水色がいい水色好きで、ピンクも好きでも紫色も好きやな。でも水色は絶対入れたい。ともやさん、こんばんは。木下健二さん、こんばんは。
見つけてくれてありがとう。こちらこそ、こちらこそめっちゃありがとう。めっちゃ嬉しかった。ありがとう。皆さんもよかったらハッシュタグみこたぴで、あれどこ行った、自画像どこ行った。ひろぽんさんまた来るね、頑張ってね。ありがとうございます。また待ってます。コロワンさんこんばんは。ワンワン、これや。力作の自画像ハッシュタグみことぴー書いとこ、ハッシュタグみこたみこたぴ。合格後の楽しい配信が必ず、そう絶対にやるので、合格してまた配信するので楽しみにしといてください。服いいですか？清楚清楚、今日はちょっと清楚に。エリックさんこんばんは。やっほー、いかがお過ごしでしょう。ゆこちゃんもなかなかの画伯、そう上手、うまいうまいやろ。嬉しくて泣く準備、うん、みんなで嬉し泣きしようみんなで嬉し泣き、そうひらがなでみことびでお願いします。必ず見に行きます。ハッシュタグみことびでツイートしてくれると喜びます。下地味だったりしないですよね。まあそこはファンタジーって感じなんですけど、今日はスカート、セーフセーフセーフフフフ、闇ですねそこは。みおにゃんさん遊びに来たよ、ありがとう来てくれて。にゃん、一人子、お兄ちゃんがいます。兄弟は今日は一段と可愛い、やった、ちょっと清楚にしたから。ファンタジー、そうファンタジー、ショールームの裏側、下半身はファンタジーです。カタカナでみことぴにしたのでバレてないですよ。ううん、見たカタカナでちゃんとパミュさんツイートしてくれてるの見ました。バレてますよ。クロさんこんばんは。みこたぴです。モノマネはにゃんちゅうとエルモとトリッピーかな、なんでもなんでもできます。あと奈良県のあとご長寿の鹿のモノマネもできます。違いのわかるさんこんばんは。人間はあのアパレル店員さんのモノマネできますそう人間のモノマネのレパートリー増やさないとダメなんですけど、なんか怖くてできないです。芸能人の人とかやったら怒られそうやし。次はみこたぴにしよう。じゃあそれでまた見に行きます全部見に行っちゃう。鉄板のクレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんな、どんなんやろ。おおーい、なんか違う。おおーい、ほら全然似てない。何やろ、しんちゃんってどんなんやったっけ。おおーい、難しい。いぐっちさんこんばんは。何時までやろっかなと、6時半からやってたから7時半とか、7時半から8時ぐらいに一旦終わります。
どっちかというと坊ちゃん、確かに坊ちゃんかも。坊ちゃんどんなやったっけ。坊ちゃんアンパンマン、アンパンマン、僕アンパンマン。結構うまい。煉獄さんのモノマネ、なんか煉獄さんわからないです。何のキャラクターでしたっけそれ。鬼滅やったっけ。呪術廻戦、そっち系のやつ見たことないんですよ実は。鬼滅見たことないんですよ、この時代に生きといて。やばいですよね、けど見たことないんですよ。今日はずっと 見られる。やった、ずっと見てください。ピカチュウ、ピカピカピカチュウ、なんか変な音。ピカチュウ似てますか。ピカチュウ、ピカピカピカどう。ピカチュウはやめとこうか。頑張ったのに。そう、珍しいんです、こんなに鬼滅流行ってて。なんかもうどこ行っても鬼滅って感じやのに、まだ見たことない。マンさんこんばんは。ピカチュウやばい。え、隣のトトロ見たことないんはちょっとやばいですね。トトロかわいい。トトロ、チュートトロ、相馬龍太郎さん、虎太郎さん、こんばんは。秋人さんこんばんは。謎の対抗心、絶対見えひんぞっていう。なんかなんやろ、なんかあんまり見ようっていう気にならへんかった。坊ちゃんと見分けつかない。そっち系のやつがうまいんかな、ちょっと声低めのキャラクター。坊ちゃんトトロ、他なんかあるっけ。やっぱ声高い系の方がいけるかも。いつかモノマネ対決絶対しよう。負けへんように頑張る。ローラだよ。エルモみたいやった今。ローラ、いや分からへん、どんなん。あのねローラだよ。足玉なだよみたいな。同じですか。ヒッチさんこんばんは。パムさん星ありがとうございます。ありがとう。足玉なんですよね。あのねローラだよ。難しいな。ファイティング。ありがとう。Thank you。 エルモだよ。やっぱエルモや。エルモはほんまに自信しかない。エルモのガンガンスケートボードへようこそ。エルモだよ。あ、今日クッキーモンスターの誕生日って知ってましたか。今日の朝お母さんに教えてもらった。クッキーモンスターの誕生日らしいです。おめでとう。クッキーモンスターの声はよくわからん。吉かなさんこんばんは。今日はちょっと清楚なみこたぴです。そのものまねは声の MC で披露しようか。そうですね、もうそれまでにめっちゃ腕磨き上げまくっときます。NMB 以外にもオーディション受けたことあります。
お母さんとの会話平和で、そう、なんか朝急に今日クッキーも、え、昨日の夜やったかな、いや今日の朝、今日の朝クッキーモンスター誕生日らしいでーって教えてもらいました。エルモだよ、エルモのモノマネはいくつからやってるの？少なくとも2年前から2年前ぐらいかな、ずっとやってる。エルモはなんかずっとやってる。友達とモノマネ対決しようみたいになってもエルモやったら絶対勝てるんで、自分絶対負けないですなんかそれまでにちょっと他のいろんなモノマネするんですよ。ほんならなんか全然上手くないやとか言われるんですけど、最終兵器エルモやったら負けましたってなる。みんなみんなローラに聞こえる、なんか大体同じ系統声。ローラだよ、ローラだよ、エルモだよ、ローラだよ、トリッピー、トリッピー。久田京子さんの誕生日、え、そうなんですか、おめでとうございます。エルモとモルモ、え、ミルモ、ミルモ、ミルモって何。白熊さんこんばんは NMB の8期生メンバーになることを楽しみにしています。ありがとうございます。絶対なります、なる、頑張ります、イエイ、頑張ろう、明日楽しみだね。現在14位です。見るも見るもでポンってアニメ、聞いたことない、どんなんやろう。エルモ分かりますか。エルモはあのユニバの赤いやつですよ。ヒデさんハートありがとうございます、いっぱいありがとうございます。もうハートが、ヒデさんのハートが届きすぎて心臓がつらい、ありがとう、ありがとう、うん、ありがとう、いっぱいいっぱい、すごいすごい、いっぱいハート100受け取って、ありがとう、ありがとう、ヒデさん、いっぱいいただきました、頑張ります。モンスターが禁止用具なんて、クッキーモンスター、じゃあクッキーモンスターの相方、私はあなたへの私のサポートを表明しています、私はあなたへの、私はあなたへの私のサポートを表明しています、イエイたこ焼きしたいねんな。配信ってたこ焼きってできると思いますか。なんかむずそうじゃない、なかなか映らなさそう。でも配信でやりたい。今日何しよう、おしゃべりしよう。昨日は自分のクイズをしたからね。うちっぴさんこんばんは、やってたの見たことある、ほんまですか、できるんかな、できるもんなんかな、転校とかしてないです、ずっと生まれも育ちも兵庫県、取りづらいですよね、特に移したいし自分も映らなあかんしって大変。こんばんは、モノマネは誰ができるのと、やっぱエルモですね、エルモができます。
エルモのゴーゴースケートボードへようこそ。このスケートボードはぐるぐる回るんだよ。 Here we go。 どう？人はやんちゅうよな。転校したことないです。そう、タコパ配信したいんですよ。大変。でもタコ焼きここでこう持ち上げて、ここでこうジャーってやってくるくるくる。特技たこ焼き焼くことでもあるねんな。実はめっちゃたこ焼き焼くのうまいです。ちなみに多分誰にも負けへん。めっちゃ丸くできる。たこ焼き屋さんだった方がいいかもってぐらいめっちゃ綺麗な丸ができます。私に勝てる自信がある方はぜひ一緒にたこパしましょう。ウィンク。難しいですね。今日は夜ご飯なんなのみんな。明日のライブは100人全員多分出ると思います。出えへん人ももしかしたらいるかもしれないけど、ほとんどが出ると思います。なんかもういきなりすぎて怖い。めっちゃ緊張。勝てるのでぜひタコパする。もう絶対やろう。アンリちゃん一緒にタコパしよう。絶対勝つから。劇場力でタピオカ屋とタコ焼き屋からやるしか。そうしよう。じゃん劇場のとこで屋台出そう。屋台出してタピオカ屋さん。タピオカもたこ焼きも両方丸いからいける。やるから。じゃあ NMB メンバーになったらやるので、たこ焼きとタピオカ食べたい人は応援してください。次のライブで歌ってくださいね。どうしよう。何歌ったらいいやろ。何歌ってほしいですか。歌やるなら練習したいな。たこ焼き屋さん頑張ってください。ありがとうございます。 MC ムヒョンさんありがとう。頑張ります。もう13位まで9000ポイント。頑張ります。イエイイエイ。もう漢字クイズもいっぱいやったしな。エルモのモノマネでユニバに来るお客さんの返球も言うみたいな。ユニバに来るお客さんはどう？学校帰りの JK はめっちゃ気強いんだよね。すごいみんな怖いんだよね。みんなすごい怖いんだよね。エルモ怖いの。エルモ JK 怖い。ユニバの JK エルモ怖い。偏見じゃないかこれ。普通に感想や。つよさんハートありがとうございます。ズッキュンズッキュンバッキュンドカン。ユニバの偏見。ユメミーンさん、ミコタス、ミコタス。13位まで9215ポイント。頑張ろう。ユニバに来るお客さんの偏見。偏見は何やろ。偏見。ピロピロさんこんばんは。ピロピロローラ、アーニーとバート。ああ、なんかどんなやったっけ。なんか
なんかすごいすごい喋り方するやつですよね。エルモ、エルモ、エルモとクッキーモンスターも一緒に遊ぼうよ。え、この人で合ってる？あの黄色とオレンジのでかいのとちっちゃいのですよね。オレンジだったっけ？え、違う？黄色だったっけ？セサミのやつですよね。ローラ、エルモってローラなんかな。じゃあローラさんってエルモなんかな。そういうことなのかな。セサミストリートです。やっぱそうですよね。あの黄色の人ですか。すごい喋り方する人。エルモ、ちょ研究しよう。ユニバのモノマネ研究します。一瞬頭によぎっただけか。あんま気にせんとって。めっちゃ考えた。偏見はな、難しい。あんりちゃん、花束ありがとう。花はありがとう、いつもいつもありがとう。すごく嬉しい。正代さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。初見さんなのかな。初見ってマーク出てるけど。35番のみこ、特技は12年間やってるダンスとモノマネ、あとたこ焼きを焼くことです。あと17歳の高校2年生で兵庫県出身の155センチです。タピオカが大好きです。応援してください。そう、雰囲気変えた。え、やっぱ気づいてくれるの嬉しい。どんなのに無敵やん。嬉しい。今日は清楚系です。清楚を志して頑張った。ケンタ好きかい。ケンタッキー、ケンタッキーのことかな。もうめっちゃ大好き。あの皮で巻いてるやつ、わかりますか。照り焼きツイスターや。もうあれが大好き。ケンタッキー行ったらいつもあれしか食べへん。なんかいつもっていうか、私いつもどの店行っても気に入った商品やったらそればっかり食べるんですよ。だから好きなもの食べ続けるタイプ。毎日でも食べれる。中尾の親子丼もいつも食べるし、ケンタッキー行ったら絶対ツイスターセット食べるし、だからなんか同じとこのなんか同じもの食べすぎて違うの食べようと思うねんけど同じの食べちゃう。わかる？同じものばっか食べちゃう。とりあえずケンタッキーの照り焼きツイスターは好き。マッチさん、155センチ、かわいい。もうちょっと欲しかった。あきら先生はやっぱり厳しい。厳しいんじゃないですか。怖い。でも頑張る。めっちゃナンバにいそうな子だったので応援します。やった、正代さんありがとうございます。最後まで応援してください。あやかずさん、こんばんは。毎日同じもの食べるなら親子丼ツイスター。そう、あのツイスターわかる。え、分からん。あのなんかトルティーヤみたいな、皮で照り焼きのお肉とかサラダが巻かれてるやつ、もうめっちゃ好き。あれ絶対好きな人おると思う。もし食べたことなかったら絶対食べてほしい。158円だ。もう160何本ぐらい欲しかった。これなんて読むか全然分からへん。はじめまして。ほら、ツイスター美味しいやんな。もうめっちゃ好きあれ。ケンタッキーがクリスマスパーティーパーレルの予約がスタートしたから急がないと思って。早っ、もうクリスマス。やっぱあれ早いね。え、もう早くない？ちょっと11月になったばっかりけど楽しみ。クリスマスケバブ的な感じ。そうな、ケバブっぽい感じかな。ケバブみたいなのり。そう、片手でパッて食べたい。
ツイスターセット、照り焼きの方、照り焼きツイスターセットが好き。小太郎さん頑張って、ありがとうございます、頑張ります。高校の時ケンタッキーでバイトしてた。いいな、ケンタッキー、ケンタッキーマジで好き。ポテトが好き、ケンタッキーのとクリスピーも大好き、全部好き。早くしないとすぐケンタッキー余っちゃう。あ、やっぱそうですよね。どうしよう、なんかでもクリスマス。まいさん、だるまありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そう、トナカイを先取りしたみこちゃん、おったおったおったからつけとこ。今年パーティーバーレルでクリスマスしたいんや。パーティー、パーティーバーレル、亜鉛を多く取ったら、ああ、お兄ちゃんが亜鉛飲んでました、なんか知らんけど買おうかな、亜鉛もらおうかな。身長伸ばしたい、身長伸ばす方法を教えてください。どうしたらいい、なんか食べ物系がいい。あんまなんかストレッチとか続かないんですよ、めっちゃダメな子だから。ストレッチとかそういう大変なことは続かんから、めっちゃ簡単な、簡単なやつでなんかいいのあったら教えて。食べ物、12月はサンタさんになる、サンタさんになるじゃん、サンタさんなの。ケンタの、そう、芋、なんかマックドのポテトは芋やけど、なんかなんかちゃうじゃないですか。もうケンタッキーは本場の芋やから好き。来月 M1 だから楽しみ、絶対見よう、あるよ。あえんのサプリ、え、飲もうかな、身長伸ばしたい。17歳やったらまだ希望ありますかね、伸びる、ちゃんと。牛乳に、あー、牛乳めっちゃ嫌いやねんの牛乳嫌いで、小学校の時って給食で牛乳絶対出てくるじゃないですか、もうめっちゃ嫌やった。かわいい、嬉しい。トナカイさん、クリスマス楽しみ、どうしよう、ワクワクする。チキン、グラタン、チョコレートケーキ、え、そんなあるんですか、最高。だってグラタン大好きやもん、グラタンが好き、グラタン食べたい。グラタンもチキンもチョコレートケーキも好き。りょうさん、毎度毎度。基本的な、じゃあ根本的な方法じゃないけど、朝に、朝って背高いんですか。ケンタッキーのが芋か、そうそうそう。だけどなんか無心で食べ続けれるのはマクド、マクドはずっと食べとける、 L サイズとか。だからね、遺伝でもパパは170やったかな、170? そう、180? そんなない、170かな。でママは163とか、ちっちゃい、2人ともちっちゃい。吉文さん、こんばんは。夜ご飯食べたんですね、ローストチキン、いいな。ちょうど今お肉のチキンの話してた、食べたい。縄跳びをしたら、縄跳びしよっかな、これから縄跳びで学校行こうかな、縄跳びしながら。家の中で縄跳びしたら絶対怒られる親がチーズフォンデュのことをチーズフォンデュって言います。それはお母さんに合わせて自分もチーズフォンデュって言う。で向こうがチーズフォンデュだよって言ったら勝ち。みこちゃん、私より10センチ小さくて、いいな、165もあるの、めっちゃいいやん、身長伸ばしたい。おせち、やば、早、先越された。いつの時も時代を先走る人やのに。ミッチーさん、こんばんは。
ささみささん、こんばんは。クリスマスお正月はやっぱ楽しいですよね。てかなんか4シーズン楽しすぎて、なんか日本でよかったなって思う。日本じゃなくてもあるか。だって春はクラス替えとか、何がある？春のあの匂いとか、あったかくなっていく感じが好きで、夏は海が好き、秋はハロウィンあるし、あとさつまいもとかぼちゃが好きで、冬はさつまいもじゃなくてクリスマスがあるから楽しい。わかる？この子見てきて、やっぱ俺、あなたはあなただわ。やった、アルバートさん好き。そう、毎日縄跳びで学校行ってるやつおるなと思ったら、みこちゃん。まふさん、こんばんは。なしまりにジャンプするしか、もうそうしよう。もうこの子どこまで飛ぶんってぐらい、もうぴょんぴょんって。みこちゃん、夕飯を食べましょう。さっきおにぎり食べました。ちょっと配信始まる2分前にギリギリまで食べてた。立ってると足の関節部分とかが重力で縮むから、起きたばかりの時は大体数センチ。そうなんや。じゃあ朝測ろう、身体測定とか。ギリギリまで寝とけばいいかな。カスさん、こんばんは。180センチあったら279.3センチ。でもめっちゃ高いじゃないですか。180もある世界に生きてみたいです。180もある生活してみたい。すごい、背高いんですね。ナンバー35、かゆ。これあれですよね、中国語で頑張れみたいな意味じゃないっけ。シェイシェイ。俺も海好き。もう海めっちゃいいですよね。海の匂いが好きで。遅刻極楽丸さん、こんばんは。好きなおにぎりは鮭、絶対鮭。鮭やけど、あとまたセブンの話になるんですけど、なんか毎回セブンイレブンの話してる気する。セブンの梅昆布のおにぎりがあるんですよ。もち米で、梅昆布で、そう、もち米の梅昆布のおにぎりがあるんですよ。もうそれがめっちゃ好き。めっちゃ美味しい。あれおすすめ。あとは普通に鮭好き。いろいろぶつかるからおすすめしないよ。でも高い方がかっこいい。あとはセブンの回し物やな。もうシンプルにセブンのファン。今までローソン派やったんですけど、最近めっちゃセブン派。どっか住むとしたら絶対近くにセブンがあるやつがいい。家がいい。透明の袋のやつ、そう、透明の袋で海苔とか巻いてなくて、あのおにぎりだけのやつ。もう最近コンビニすごい。セブン最高。NMB がファミマとコラボしたら、もうそれはファミマ派になるしか。ファミマ派になるしかないですね。でもやっぱ一番セブンが好き。周りにセブン入れって言ってる子おるかな。いますよ。でも何派ですか皆さん。自分絶対セブン。なんかでもホットスナックコーナーが絶対ローソンとファミマの方がいいんですよ。けど最近セブンもいいなと思って。揚げ鶏絶対美味しくなった。絶対変わった。最近セブンお弁当がすごく底上げすごくてボリュームが減ってるけど、そうなんや。お弁当っていうよりお惣菜は食べますけど、女の子やからかな。
あ、でも自分はいつもお弁当となんか買ったりするかな。あ、でも少ないかも、ちょっと量は。グラタンも少なかった。もっと食べたかった。あれ、秋終わっちゃったし。味はほんまに美味しい。わかる。 JR の駅ならセブンあるから、駅前に住むしか。そうしようか。 JR の駅ね、便利やし。セブンが近くにあるのがいい。お、ヒデさん、だるまいっぱいありがとうございます。100個、ありがとう。ヒデさん、ありがとうございます。塩むすび食べてみ、シャレの味。塩むすびな、全然食べへんかも。食べてみますけど、濃い味が好きなんですよ。どうもさん、こんばんは。トナカイです。つうよさん、セブンやわ。ほら、わかってる。セブンはホットスナックはもうちょっと頑張ってほしいけどってなんかカフェラテが美味しいし、ご飯も美味しいし、デザートも美味しい。もう絶対セブン。僕はファミマ派。ファミマ派珍しくないですか。ファミマのカフェラテはでもちょっと美味しかったな。美味しかったけどちょっと量少なかったな。ローソンのスイーツ、生チョコだったっけ、フォンダンショコラみたいな出たじゃないですか。あれまだ食べてなくてめっちゃ食べたい。取り戻す戦い橋本環奈さんの取り合い。セブンの弁当大盛り、大盛りなんですか。NMB さんで好きなダンス、好きなダンス、ダンスブレさんが踊ってるダンス全部。大学が東京なんやけど、東京でセブンいるって言ったら鬼のようにいじられた。え、どういうこと。セブン派って言ったらってこと。ミニストップがある生活。ミニストップのアイス食べたことありますか。レジのとこに置いてるやつで、レジでこれくださいって言ってもらう方、冷凍庫に入ってるやつじゃなくて店員さんが絞ってくれるやつ。もうあれめっちゃ美味しくないですか。あれめっちゃ好き。あれのいちごがもうほんまに好き。セブンは中華まん、そうね、中華まんなんかあんま食べないんですよね。わざわざなんかわざわざコン、あ、もうコンビニでこそかなんか食べようって思わへんな。食べよう。じゃあ中華まん買ってみます。頑張りやすさん、こんばんは。ミニストップね、ミニストップ、ミニストップちょっと遠いねんな。けどアイスのために頑張って行ってる、いつも。めっちゃ好き。ローソンのフォンダンショコラ、そう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 、美味しかった。じゃあ食べよう、絶対食べる。ファントムさん、こんばんは。ゼロさん、お疲れ様です。こんばん、ワッフル、ワッフル、ワッフル、プレミアムショコラ。へえ、コンビニのチキン買うならファミチキが。もうファミチキってほんまに美味しいよね。ファミチキほんまに好き。ファミチキの自分入れって言い方が関西しか通じ、あ、そういうこと。なんかそういうの多いから困るくないですか。マクドとかマックとか、あと何やろ、マクドぐらいか。標準語の方いますか、この中に。この中に標準語の方いますか。標準語講座してほしい。そうじゃん、違うじゃん。でも標準語ってめっちゃ可愛いですよね。可愛いっていうか綺麗、めっちゃ。お、いっぱい、
ココイチの肉まん、え、食べたことない。でもココイチはめっちゃ好き。標準語いっぱい、関東民だべさだべさ。ハムとチーズの白いパン買うために JR 乗ってミニストップ行くがすごっ、ガチや、ガチ勢、ガチ勢さん、うん、電車乗ってまではもう素晴らしい。でもそのパン買うためにのついでにアイス食べてください。なんかでも関西弁めっちゃ好きって言う方多いけど、きつくないですか？なんかなんでやねんとか、どないやねんとか、アホちゃうとかすぐ言うじゃないですか。私メンタル弱いから多分関西向いてない、関西弁向いてないかもこんなに関西で生きといて。マクドって行ったり、あー、エレベーターね。よく大阪いる関東人です。やっぱでも関東の喋り方可愛いなってめっちゃ思う。なんとかだよねとか、気強い女の子好きだから、ご褒美じゃあよかった。なんでやねんとか、どないやねんは言わんな。シャトレーゼのアイス、シャトレーゼめっちゃ好き。白もみるさんは関東弁じゃなきゃ嫌やわ。うんうんうん、女の子は関西弁強く感じるかも。と強い、なんか関東の人と喋るときとかめっちゃ気使います。だから私 LINE とかやったら特にあの顔が見えへんから、怒ってるって思われそうやなみたいな、めっちゃ思う。マイさん、バラありがとうございます。フラワーフラワーありがとう、マイさん。うん、大阪人やけど関西弁の女の子がいいそうなんかな、伊勢関西弁は許さないえ、でもなんかめっちゃ映るじゃないですか、喋り方って。めっちゃ自分もなんか関東のイントネーションちょっと映ったりするし、まあそのどうやろう、頭の中では映るけど、まあ、実際喋ったらちゃんと関西弁で喋るけど、エセっていうか映っていくのはしょうがないよね。大阪人あるある、お好みとご飯、たこ焼きとご飯、うん、絶対もう絶対絶対ソースがあったらご飯食べたくなっちゃう。お好み焼きとご飯も全然食べれるし、パルムのほうじ茶、え、そんなんあんの、初めて聞いた、食べたい。ほうじ茶も最近食べれるようになって大人になりました。カウント完了。サバサンドさん、ありがとうございます。ありがとう。兵庫県内でも場所でも全然違いますよね。なんかやっぱなんとかやっととか言ってる子もおるし。あ、吉田明さん、こんばんは。東京から大阪向かうんですけど、おすすめの暇つぶし方法なんやろ。大阪ユニバ、暇つぶしのレベルじゃないな。でもなんやろ、うーん、なんか楽しいとこあったっけ、なんか一日中おれるようなところ。東京からでしょ、もう確実に。だって東京の方が揃ってるじゃないですか。だからなんやろ、なんやろ、通天閣とか無難すぎ。どこやろな、大阪か、なんでもありますよ。もう関西の人はエセ関西弁に厳しい。そう、なんかちょっとやっぱ違うんですよ、関東の人が喋る関西弁は。だからちょっとイントネーションちゃうでってなる標準語で自己紹介、まあ、35番のみこです。特技は12年間ダンスやってます。え、自己紹介って標準語とかあんま分からん。じゃあ今からあれちょっと標準語で喋ってもいい？多分めっちゃうまいと思う、多分上手だと思う。
兵庫じゃあ関西行くとうどんかそばの汁の色がそれよく言うよね。関西の方が濃くて関東は薄いみたいな、どん兵衛でも違うってよく聞くじゃん。兵庫でも都会の方田舎の方むずどうなんやろ。兵庫ってどうなんやろ、田舎やけどすぐ都会になるなんだろう、もう田舎っちゃ田舎やけど都会も近い感じ。どこさんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。かっさんもありがとうございます、ギフト。以前のんの過去ブログ読んだら半分はからなかった。新世界いい、ゆかちゃんに言われたので通天閣行ってください。ビリケンさんの足触ってきてください。私もちっちゃい時触った。うんうんうん、そうですね、大阪来たら絶対劇場に行きましょう。バンビさんこんばんは。12年間のイントネーション関西の方だった。難しいな、12年間つうようさんハート100個ありがとうございます、ありがとう。大阪のたこ焼きであんまり並ばなくても食べれる美味しい店、私は雨村でいつもたこ焼き食べてました。名前、お店の名前わからないんですけど、どこやったかな、なんか雨村の三角公園があって、こっち行ってこっち行ってたこ焼きがなんかめっちゃ並んでるんですよ、たこ焼き屋さん2個ぐらい。でも今なんか変わってたような気もする、なんかめっちゃでかい唐揚げ屋さんみたいななってたような。まいさんこんばんは。劇場は吉本、もちろん NMB さんの方で、吉本さんの方も行きたい。さとけんさんこんばんは。10歳まであと5780ポイント頑張ろう頑張ろう。得意なものまでね。ユニバ行ったことありますか。ユニバのエルモのゴーゴーですけど、もう今日何回やったってぐらいエルモ登場してるけど、みんな飽きずに見てください。いきます。エルモのゴーゴースケートボールへようこそ。このスケートボールはぐるぐる回るんだよ。 Here we go。 ちょっと今日エルモ不調かも。エルモのゴーゴースケートボールへようこそ。エルモのゴーゴースケートボールへようこそ。これ推し名は渚さん。友達何人か標準語縛りみたいでしたけど、やっぱ関西人はもう関西弁から抜けれないんですよ。もう忘れてた。こんな可愛い子が加入してくれたら NMB もあと10年も戦えますね。そんなこと言ってもらえて嬉しいです。頑張る。たこ焼き串カツとか新世界、そうですね、あの新世界でいっぱい食べるのが普通に有名やと思うんですけど、自分は阿部村で食べてた。でも本場っていうかな、新世界の方が本場感はある。せっかくなら新世界の方がいいかもですね。ニワトリさんポピー遊びに来てくれてありがとうございます。一緒で湧いた、似てますか。おかぼちゃなカズさんこんばんは。うまい、そうやっぱエルモには自信あるねんな。明日エルモ
35番ちゃん声出せま出せま出ませんってアナウンスされないように。エルモはやっぱ自信作やな。なんなら本人やから自分がもうエルモみたいなもんです。エルモのゴーゴースケートボードへようこそ。エルモのモノマネしすぎて近所の人に隣エルモ住んでるって噂されそう。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。リトマルルさん、マンダラケが移動、うん、あのアメ村にあったやつですよね。めっちゃでかかった。たこ焼き食べたい。行ってない、行ってた。マンダラケが移動してからアメ村、明日自己紹介やったらエルモでやったらもう普通の声は聞いてもらわずに。でもなんかエルモのモノマネするとき、こう真正面じゃなくてちょっと横向いた方ができるんですよ。ほらなんかこう、エルモのゴーゴースケートボードへようこそ、エルモのゴーゴースケートボードへようこそ。いや大丈夫や。大阪のたこ焼きは個数が増えると単価が安くなる。確かにそう、お得お得、優しい。でもアメ村にあの何百万するたこ焼きありますよ。値段表記が全部あの300円とかじゃなくて300万円なんですよ。前一人で行った時恥ずかしかった、店員さんに普通に300万円でーすって言われて、あ、はいはいって言って300円渡した。恥ずかしかった。あれは星になる言葉がよくねえ、エルモ調節。エルモのエルモのゴーゴースケートボードへようこそ。あ、どこ向いててもエルモ大丈夫や。明日自己 PR とかとあったらどうしよう。キャッチフレーズ受かってからかなですね。でもちょっと考えていこう。もう考えちゃおう。早すぎ、キー早すぎ。けど考えていこう。何やろうキャッチフレーズ。喉にエルモ買ってますって言う。いや一緒やんって、いいお家やで。そうやな、いいお家やな。それは本当に300万払うのも、もちろんカードなんか出した時には全部300万取られる。300万現金でもって、もう私かっこいいから、もうカバンから300万こんな札束出して、はいたこ焼き一つお願いしますって言って出した。35万番です。そうしよう。まだまださ名前出せへんもんな。キャッチフレーズ作るのは結構時間かかるからむずいですよね。みんな作れてんのすごい、ほんまに。あんな思いつかへん、5年の黒歴史にならないやつ。そうですね、5年前の自分は何を考えとったんやみたいな、ならんように。萩さんこんばんは、たかちゃんさんこんばんは。はい、相性も考えなか、うんうん、楽しみ、ワクワクしますね。こういう先のことを考えるのは。明日周年行かないから配信で見守ってる。じゃあ配信で探して、ちゃんと35番探してね。見つけれるかな、見つけれるかな、見つけてほしい。今後楽しみなこと、本名も相性も楽しみ、楽しみにしていてください。なんか楽しみなことばっかり、うん、もうめっちゃ楽しみ。なんかまず会いたいし、なんかあの
お詫び、お詫びじゃないわ、お礼、お礼もしたい、みんなに毎日来てくれて。カメラ目線お願いします。うん、もうめっちゃカメラアピールする、こう、はいはい、映して映してって一人元気ないって人いたらそれが私。ニックネームもキャッチフレーズもかぶらないようにするの大変そう。え、ほんまそうですね、めっちゃ大変。一番可愛い子がいたらそれが35番です。嬉しい嬉しい嬉しい。その見つけ方で全然違う子を見ないように気をつけてくださいね。あ、この子可愛い、こっちに変えようとかしたら怒ります。明日行くので見つけますね。もう見つけてください、見つけて、あの手振ってください、全力で手振り返します。どこ出身の何歳〇〇ですっていうのはシンプルすぎるキャッチフレーズ。そうですね、寂しい、もっとひねりたいけど思いつかへんけど頑張って考える。こんばんはみこちゃん、こんばんはゴキザリーさんかな、こんばんは。1期生みこちゃんしか絶対に見ない、かわいいあんりちゃん、約束約束で。まばたき厳禁じゃない、目そらし厳禁。画面の前で手振ってます。じゃあもう画面に向かってめっちゃ手振る、画面に向かって、カメラに向かって、お家で叫んでください。頑張って配信で見つけてます。やった、カスさんありがとうございます。見つけてください、かわいい、ありがとうございます、嬉しい。そう、血液型不明、インパクトありますかね、不明なんですよ。ミステリアスな子でミステリアスキャラでいこう。じゃ血液型知らんだけでミステリアスなれると思って。あ、ヒデさんバラありがとうございます、嬉しい、ありがとう。バラガガガガガガ、楽しみ、どうしよう。タピ型、血液型タピ型です。クワ型、ユー型、クワ型、山型、思いつかへん血液型気になる、気になる、気になるから誰か血抜いてくれませんか、腕出すので。ブラッドタイプ不明のメンバーいますよね。そうなんですか。今は7時43分です。6時半からやって13位まで4700ポイント縮まってきた。もっと上げれてるように頑張ろう。今日何時までやろうかな。8時までやる、8時までやる。しゅんさんこんばんは。8時までやって9時から10時までやる。そうしよう。あんりちゃんかわいい、ありがとう、ありがとう、あんりちゃんいつもありがとう。8時半、8時、うん、8時過ぎからバイト行くからセーフ。頑張ってさなちゃん、バイト応援してます。配信じゃなくてバイトね8時までやろう。あなたの血液型はって聞かれてボケる。
マレルキャッチフレーズ、マレ星になっちゃって分かんない。さすが関西人、 NMB に必要かけちゃうな。ノリ、もうノリの良さだけは負けへん。星だらけで負け分からん。すぐ星になっちゃいますね、キラキラ星。そうだ、明日どうしようかな配信。あ、いばちゃんさんこんばんは、やっほー。何時から始めよう。8時半、8時45分、8時50分。あやかんさんこんばんは。私の住んでるところはん、なんで星なんだ。星になるのが多すぎてやる気なくした。しょうがないけどやる気取り戻して。お疲れ様です、お疲れ様です。やる気取り戻して頑張ろうじゃないか。地名書いたらなんで、すぐもう何言っても欲しいになっちゃうね。アムニャさんかわいい、ありがとうございます。やる気スイッチポチ、はい、やる気入った。ゆりこさん、はじめまして、はじめまして。もち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 、欲しい、すぐ欲しいになっちゃうね。ミエンタ頑張ってるし、長文書いたの欲しいメントだったら確かに辛いです、間違いない。それはもうやる気なくしちゃう、やる気なくしちゃった人いたら言ってください。やる気スイッチ押すので。こんばんは、もう寝てしまいます、はい、おやすみなさい、また明日いい夢を見てください。ミキミキさん、ん、ミキミキさんこんばんは、こんばんは。好き、またね、嬉しい、佐藤健さんまたね、またね。何々氏は何々歌劇団がなぜか気になるので地名も、へえ、そうなんや。それはあれかな、アヒル口。できてますか？分からへん。イングリッシュマンさん、初見です。ありがとうございます。みこちゃんです。応援してください。おさやんさん、こんばんは。やっほー。星。宝塚、多分そうですよね。宝塚見えた。ひらがなやったらいける。なんで星になるんやろう。あ、13位まであと1950ポイント。やったー。ありがとう。推薦コメントが来ました。押します。やったー、正代さんありがとうございます。もう推薦コメント嬉しすぎて毎日スクショしてます。みんないっぱい書いてくれてありがとうございます。しっかり全部毎日毎日何回も何回も見返してます。宝塚もどうだろう、いけ、あ、カタカナもいけた。 Hello, I'm from
インドネシア。おお、インド、インド、あ、インドってどんなのやろ。インドカレー、チーズナン大好き。レスターさん、こんばんは。やっほー。 I see idol in your match. Good luck. Thank you. Wish you can debut in NMB. Thank you. Thank you. Thank you. You are from Japan. Yes, I'm from Japan. インドちゃう、インドネシア。え、そうなんですか？インド…インドネシアって何？カレーじゃないの？カレーはインドですよね。インドネシアは何？大人の僕が17歳の女子高生を好きになるのダメじゃない。好きになってください。好きになってください。ゲットタイさん、こんばんは。インドネシアっていう国、Do you know Jakarta 48 and AKB 48? Yes, I do. 今夜は頑張ってください。ありがとう。また明日会おうね、レオナルドさん。ありがとう。 MUM、 ナシゴレ、インドネシアはナシゴレン、ミーゴレンとか肉を使わない。へえ。ミウナミノルさん、こんばんは。 P さん、チラチラチラ。そう言われたら好きになっちゃうかもです。好きになってください。ログインしてる人一応一通り見たけど一番可愛い。やったー、嬉しい。応援してください。修行中の観音さん、こんばんは。ナンバ伝統のバカ。おバカじゃないです。おバカじゃないです。おバカじゃないです。私は天才キャラで伝統を覆す天才キャラでいきたいと思います。絶対。めっちゃ可愛い。やった、嬉しい。ありがとうございます、P さん。キュン。さすが元気 JK。 元気 JK。 日本語が話せません。英語のみ話してください。 OK、 I speak English。 もっと海外グループとも一緒に仕事増えたら、そうですね、私の英語力を発揮できる。あきもさん、こんばんは。こんばんは。カズさん、はじめまして。はじめまして。なんでもできる子キャラ。そう、なんでもできる子キャラじゃなくて、なんでもできる子英語最高、最高やろ。 I speak English。 山崎あみるさん推しです。もうあみるさんのお顔ってほんまに最強ですよね。めっちゃ好きです。ほんまに可愛いです。めっちゃ綺麗。出た定番セリフ、おバカじゃないです。もうほんまにおバカじゃないです。特に漢字もできますし、数学もできるもん。天才やもん。 I can't speak Japanese, please speak English. OK、I can speak English. Welcome, welcome. アミルも相当ビジュアル強いですよね。もうめっちゃくちゃ綺麗です。ほんまに可愛い。ニコちゃん、あえて天才って言わん方がいいね。確かに。天才。天才って言わん方がいいか。天才と思われてなかったけど意外と天才みたいな。でも言っちゃう、私は自分でも言っちゃう、私は天才です。ナイス、ナイスとミーチュー、ナイスとミーチュー。
アイバン、ナイスとミーチュー。7期生はそう、ゆなちゃんめっちゃ可愛いですよね。ほっぺぷにぷにしたくなる。あなたの英語は会話が上、天才キャラだから。うん、天才キャラじゃなくて I'm 天才、 I'm genius、 ジーニアスやな。オーディション配信が終わるからにうっかりガチ恋しちゃってたら、私が8期生になって登場するのをちょっとだけ待っててください。ちょっと待ったら絶対出てくるので、だから大丈夫、安心して。 What's behind you? Behind って何？はい、みんなビハインドの意味教えて。ビハインド、ビハインドの意味教えて。早く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 言っちゃう。そのキャラが好きです。そう、キャラじゃない。やった、13位、ありがとうみんな、ありがとうございます。うお、12位まで5万ってすごい、壁が高いけど頑張る。キャラじゃないって言われそう言っちゃうそのキャラ、もう言っちゃう。 I'm genius, perfect human, yesI'm perfect human。 そう、みこちゃん天才だから。 35 Yes, I'm 35。 Behind の意味は後ろ、なんて言ってたっけ。 What's behind you? この後ろ何ってことか。あの35歳ってことじゃないねんけど、エントリーナンバー、 It's entry number NMB48オーディション、エントリーナンバー35。 I'm 17 years old いけてるかな。 35 is the number of Miko。 あ、説明してくれたんかな、ありがとう。 What is Miko? ニックネーム、ニックネーム、ニックネームMiko is ニックネーム。リアルネームは別天才がビハインド聞いてくれ。いや、まあ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 、知ってたよ、知ってたよ、ビハインドの意味は。もちろん、もちろん知ってたよ、普通に知ってたけど、一応確認、知ってた知ってた、天才やから。日本語はあまり話せませんが Google 翻訳、うんうん、 Google 使いますね。みこちゃんの英語教室、英語教室楽しい。 It's that you bio is that you bio。 bio とは、 bio とは何でしょうか。 bio 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 isThat you bio? Is that you bio? Bio. Bio. Biography. Biography とは。Biography とはなんじゃろほい。Miko means number 35.インドネシア人と素晴らしい会話をする。あなたはフォローしているタイ人がたくさん、え、本当ですか、え、嬉しい、タイ人の方いてるんだ。タイ、タイ、タイ、タイはカップンカーだね。みこちゃんけん玉、けん玉できるんじゃない、やっぱ天才やし、天才やからある程度のことは難なくこなせます。バイオグラフィー、あ、ビオやと思うんです。バイオ、バイオだったのね。みこちゃんの基礎英語、そう、配信、そう、今英語教室やってるから、一緒にみこと一緒に英語を学びましょう。イエーイ、みこ先生って呼んでください。みこ is a
ピピララーンとハッシュタグ35 Sorry if it makes you not understand 理解できてなくてごめんね No, don't be shy じゃなくて Don't be afraid 恐れないで心配しないでってどうなんだっけ Yes 違うマジすごいことなってる異文化コミュニケーションタイを食べてめでたいタイ食べるのはもうめでたいねさすがにさすがにめでたいスタップ細胞はありませんコブくんかープロフィールあプロフィールマイ特技ってなんて言うんだっけI am 70 years old and I can dance well and cooking たこ焼き well I'm from 兵庫かわいい、ありがとう、サクアヤさん To our forgiving はこれ何語 Please support her Thank you PPAP あやかさん、こんばんは流れるよね、英語さすがさやっぱ、天才だからさそう、細胞なかったスタップ細胞はありませんI can translate Japanese language Transformer ってどういう意味Translate Translate って何そんな単語聞いたことないボビーホビーあホビーホビーね My hobby is listen to music 京香さんこんばんはしんのすけさん遊びに来てくれてありがとうございますりこちゃんあなたは英語がとっても上手ほんまにやったやっぱ天才ですから英語もタイ語も韓国語も日本語ももうすべてをこなしちゃうたーちゃんさん初見ですこんばんは来てくれてありがとうございます初見やのにこんな英語ばっかりでごめんなさいね神戸 is one of 兵庫シティYes! 神戸 is 兵庫シティ日本語翻訳するよってあなたは48グループの写真ですか No! オーディション Now! オーディション Now! オーディション Now! まあ日本語訳ができませんそういうことか全然いいよ最終日には英語そうですね今日めっちゃこの英語配信英語教室やって明日も明後日もやってもう最終日には英語ペラペラオーディションの日英語で言っちゃうかも My name is ふみひろさんこんばんは星はるちゃんこんばんはうん間違えたできるでしたさなちゃん抜き目今日もありがとうありがとうこちらこそバイト頑張ってねありがとうバイバイ加藤さんこんばんは次の配信挨拶だけでも行けたら行きますありがとう待ってるね無理しずに来れたら来てね直樹さんこんばんは伝えようとする姿勢が素晴らしいと思いますマジで思いますありがとう英語得意やからはじめましてはじめまして NMB の推しメンはなぎささんですりこちゃん何時までどうしよう8時になってもたなんか楽しくて続けちゃうすみません私は働かなければなりませんまたね OK ファイティン I want ファイティン100日後に英語が話せるようになるみこちゃん
この英語教室続けてたら絶対100日後英語ペラペラなってる。明日の練習しないとあかん。Nice to meet you。どうしよう今日の配信スケジュールは。8時になったから終わろうかな。明日祈ってますね。ありがとう。見つけてください。来る方も来れない方もみんなで35番を見つけてください。じゃあ次は9時からやります。うん、タピオカ娘、タピオカ娘明日頑張ってね。ありがとうアンリちゃん、頑張ります。100日後に日本語を忘れているかも。そう、100日後に日本語を忘れて英語を喋れるようになる。ミコシュンさん、ビショップさん、こんばんは。ケイさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。35番のミコちゃんです。17歳の高校2年生、天才です。正代さん、また来ますね、待ってます。ありがとう。早めに切り上げてる人、やっぱそうですね、明日のために早く寝た方がいいし。うん、どうしよう。じゃあ10時までじゃない方がいいかな。どうしようどうしようどうしよう、ちょっとだったらどうしようかな、どうしようかな。明日は寝過ごさないようにね、絶対起きる。もう目覚まし100個かけて、目覚まし100個かける。今8時、いいね、ありがとう。明日ですね、めっちゃ楽しみ。頑張らないと見つけてもらえるように頑張ります。100個もそう、100個も目覚ましかけて。ご飯はちょっと食べた。うん、そう、天才、これから自己紹介の時天才って言うようにする。どうしようかな。直樹さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう直樹さん。まいさんも、だるま、ありがとうございます。だるま、だるま、明日出演します。配信は9時59分で切り上げよう、いつもそう。たこ焼き300万に目覚まし時計100個とスーパーリッチ、さアイアムリッチなんだよ。英語の授業で将来の夢言う時いつもリッチって言ってる。 I want to be a rich、 かっこいいでしょ。当日入りやから関西以外の子、そうですね、大変。みこちゃん、インターナショナルオタがあなたをサポートします。ありがとうレオナルドさん、サポートしてください。ねえ、あのさ、いい案を言ってもいい？あのこのまま9時まで続けて終わるっていう、どう？長いかな。何時からやってたっけ。9時まではちょっと長いか。え、そんなことない、6時半から6時半からしてて、今8時やから。 Do your best! Thank you! 最善を尽くすって英語ない時分からない。6時半からやってて、今8時やから1時間半やってて、バッテリー、そう、充電しながらやってるけど、やばいかな、切れたら悲しい。うーん、あ、そう、6時32分から、そう、
あのおにぎり食べてたら2分遅刻しちゃった。ごめんなさい。Take it easy. Do your best. かっこいい。なんかこのコメント欄英語で溢れてんのかっこいい。グローバルな世界だわ。ブラッキーさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。おかちゃんさん、こんばんは。おっちょこちょいというか、マイペースというか、やばかった。なんかギリギリまでおにぎり食べてた。かなでさん、こんばんは。正直者や、おにぎりって。そう、お腹空いてた。やっぱ空腹には勝てぬ、食欲には勝てぬ。日本語しか書けないけど応援してます。と、日本語以外も喋れますが嬉しいです。どういうことやねん。ギリギリでいつも生きていきたいから、いや、余裕を持って生きていきたい。余裕を持って生きていきたい。いつもギリギリやねんな。なんかマイペースすぎて。頑張ろう、ちゃんと。中国語はシェイシェイぐらいしか分からへん。でも中華料理は好きやから大丈夫。中華料理大好きだから大丈夫。大丈夫って何って感じ。何これ。青なんとか肉なんとか。私は中人です。みこちゃん、みこちゃん応援してマウスよ。急に日本語弱くなった。さっきまでめっちゃ日本語やったのに急に日本語弱くなった。大丈夫か。正統派アイドルになりそう。本当ですか。今日はちょっと正統派アイドルを目指してみた。なれそうですか。なら大丈夫ですね。そう、大丈夫。中国語はニーハオシェイシェイしか分からんけど、中華料理大好きやから。ニーハオシェイシェイ、ホイコーロー、ホイコーロー、あと何やろ、チャーハン、天津飯、餃子とか分かるし。アバターも宇宙人ですからね。アバターも宇宙人ですからね。 I'm 宇宙人。ファイティン、ファイティンミコちゃん。 Thank you Thank you。 麻婆豆腐あれね。タピタピ。あ、これチンジャオロースか。チンジャオロースって読むんや。でも見たことあるなとは思ってた。アニョハゼヨン。そう、語尾に適当にタピタピ言っていけばミコタピコは乗り越えられる。ドラゴンボールのキャラクター言うてるみたい。クリリン、クリリンぐらいしか分からない。クリリンとベジータとゴジータと孫悟空。チンジャオロース、なんかいつも配信でご飯の話ばっかりしてる。ピコ太郎がライバル。ピコ太郎さん勝手にライバルにしちゃった。サランヘよ。韓国語は喋れる。よぼせよ、よぼせよ。なんか喋れるは言い過ぎか。まあ、では大阪人やけどミコちゃん応援してるで。兵庫人のミコちゃん嬉しいです。ありがとう。あ、ピッコロもおった。ゴジータはなんか聞いたことある。ピッコロ涙目。ピッコロ、ピッコロってどんなやっけ。あとはなんかチャオズ。そう、35番なんですよ。エントリーナンバーが、エントリーナンバーが35番で、だからミコちゃんって呼んでもらってます。今日も来たよ。ありがとう、カズノリさん。そう、順位上がりました。でももっと上がれるように頑張ります。応援してください。
ご飯は悟空の息子。あ、そうなんや。子供おったんや。知らんかった。え、子供おるような年なんや、悟空って。緑のナメック星人、人造人間18号。いや、全然分からん。これはクリリンの分。やばい、もうドラゴンボール全然分からん。鶴吉さん頑張って、ありがとうございます。頑張ります。ガウガウ頑張ろう。ちょっと12位までの壁がすごい。1101001000万、6万ポイントやって、すごっ。鶴吉さん、そうそうそう、あのここのテロップに書いてるように、ハッシュタグみこたぴでツイートしてください。そしたら見に行って喜んでます。なのでお願いします。あ、れれれれ、孫もおる。え、悟空って一体何歳なん？そんなおじいちゃんやったん？え、おら、おっす、おら悟空の人ですよね。あんな若々しく飛び回ってんのに。マスクさん、こんばんは。千里の道も一歩から、かっこいい。一歩一歩頑張っていこうじゃないか。候補生の中で一番顔がタイプで困ってます。嬉しくて困ってます。嬉しくて困っちゃう。画伯、そう、自分で描きました。自分の自画像です。これ NMB の番組見たこともちろんあります。めっちゃ可愛いのにトーク力がもう高くて全部もう羨ましいです。俺もみこたぴ見てるんだが見てるだけじゃなく、ぜひツイートもお願いします。そしたらみこたぴが見に行くよ。書いてね、いっぱい書いてね。悟空天国行っても生き返ったりする。あ、そうなんや。え、いいな、悟空になりたい。そんなんやったら生き返りたい。そんなん気になる。ドラゴンボール生き返れるなんて。出た、巫女画伯。巫女画伯です。上手やろ、やっぱ天才やからさ。やっぱ天才やからさ。で、これが自分で描いた日本地図。悟空はモグがいるし走り回って息が上がって、オラもう年かな。あの年肝心の孫生まれてからなんや。もうだいたいもう二十歳ぐらいだったらみんな言うじゃないですか。もう年やわみたいな、10代若いみたいな。やっぱ悟空さんは孫が生まれるまで気づかんぐらい元気やったんですね。月が変わって11月よ。かわいい、それ毎月セーラームーンに言ってもらおう。アニメはなんかそういう定番のアニメじゃなくて、定番のアニメじゃなくてっていうか、なんかあの恋愛系のやつをめっちゃ見てます。おすすめはホリミヤ、めっちゃ面白かった。あと今何やったっけ、泣きたい私は猫をかぶるっていうやつを見てて、それめっちゃ面白くて好き。ネットフリックスでなんかおすすめあったら教えて。マジでイラスト描き慣れてるか。ほんまですか？自分なんか絵下手くそやと思ってたけど、意外といけたからやっぱ天才なんやろうなって思いました。丸竹恵比寿さん、こんばんは。9時まで配信、どうしよう、どうしようかな。長いかな、でもやっちゃおうかな。ナルピーおじさんさん、こんばんは。頑張りたいし頑張ろう。ケイユーさん、こんばんは。ドラマのホリミヤ見てないんですよ。なんかちょっとだけ見たんですけど、話が一緒じゃないですか。でなんかアニメ見たばっかりやったからやめちゃった。
Amazon プライムで見れたら見てください。結構前に見たからどんな内容か忘れちゃったけど、プレミアはめっちゃ面白かった。泣きたい私は猫をかぶるも途中やけどまだ好き。今期のドラマ何も見てないです。何も見てないんですよね。なんかおすすめありますか？なんかテレビほんまに見ないんですよね。なんやろドラマ。キリンマルさんこんばんは。いじらないで長なんとかさんは聞いたことないです。悪の教廷見てます。見てないです。わからへん。吸血鬼かな。そんなあるん。今期だと最愛とか。え、わからん。全然ほとんどカンドラ。わかる。カンドラめっちゃ見る。みこちゃん気をつけて。さようなら。また明日。ありがとう。ありがとうねレオナルドさん。また明日。かわいい。ありがとうキルアさん。黒いの見えた。カンドラは面白いって言って最近アニメしか見てないけど、カンドラはやっぱトッケビでしょ。トッケビとあと何が良かったかな。イテウォンとか。イテウォンも見たな。分かっていてもは途中でやめた。結婚届に判を違反をしただけですが、え、分かんない。邦画は全く見ないです。邦画っていうくくりに入れていいんか分からんけど、ジュラシックワールドはマジで好きです。邦画に可愛いとか初見らしいことを書いてみた。嬉しいよ。恋です。あーなんか聞いたことある。ヤンキー君と白杖ガールもなんか聞いたことある。面白いですか？あ、さざなみさん星ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。かずしさんかな。はじめまして、みこです。応援してください。自己紹介しようかな。高校2年生17歳、兵庫県出身。タピオカが大好き。ダンス12年間やってて、タピオカじゃない、たこ焼きを作るのが得意の天才です。面白いんや。見てみようかな。タイタニック見たことないんですよ。見ろってめっちゃ言われる。みんなにタイタニックは見た方がいいってめっちゃ言われるけど、見たことない。見た方がいいですか、あれは。こんばんは、んこそばー、まんこそばー、パパパー。なおっぴさん、星ありがとうございます。感謝。今はドラマ、TVer ですぐ見れるからね、いい時代だ。すごいですよね。便利便利。この前再放送してた。あ、タイタニックみんな見てた。でもそれでも見んかったな。なんか邦画は見る気にならへん。てか外国の映画とかドラマって字幕見ないとダメじゃないですか。なんか声だけやったら何言ってるかわからんくて、それでなんか目離されへんのが嫌やなと思ってあんまり見てない。日本のやつはだって聞こえるやん、耳で。何言ってるか分かるけど、韓国も英語も何言ってるか全然分かんない。マダオさん頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。応援してください。タイタニックは映画館で3回見た。すごっ。めっちゃ見てる。吹き替えか。吹き替えね。吹き替えやったら字幕派なんですよ。めんどくさ。自分めんどくさ。字幕がいいけど目離したくない。
洋楽の吹き替えバージョン、なんか吹き替えバージョンってちょっと癖強くないですか、ディズニー、ディズニーみたいな。英語分かっててもやっぱ字幕、いや字幕は確認です、確認用自分でちゃんと頭で理解できてるけど一応ね合ってるかなって見ないとあかんからさ。ターミネーターやマトリックス、全然わかんない。ターミネーターはわかるけど何がいいんやろう、誰のものだね。明日出ます、そう練習しないと、楽しみ。35番見つけてください、絶対に。日本語の作品でもないっていうか、わからないシーンは字幕見るよね。うん、なんか字幕見るのめんどくさくないですか、だって俳優さんと女優さんの顔見たいのに、顔見たいのに字幕の文字も見ないとあかんくて、目が忙しい、目が忙しいからやっぱ大変。 AKB ラブさんこんばんは、んこワン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 、字幕が間違えてないか、そうチェックしてあげてる、優しい子だから、天才、優しい天才だからちゃんとチェックしてあげてます。100人の中から見つかるかな、頑張って頑張って見つけてください。見つけてもらえるようにめっちゃ元気よくやるので超元気よくおるので探してください。じゃあターミネーターの信じられへんって言ってるように聞こえるの、知らないです聞いたことない。メイさんこんばんは、やっほー、推薦コメント書いた、ありがとうございます。マジで絶対見る、推薦コメントもよかったら書いてください。皆さん見て朝からニヤニヤしてスクショしてるので嬉しくて嬉しくて。舞台ね、なんか見に行ったことあります、何か忘れたけど、ちっちゃい時。すごいですよね舞台、やってみたいけど、あのセリフを、あのセリフの量を全部覚えれるのってすごくないですか、すごい、ほんまに。ソロで舞台とかめっちゃかっこいいですね、できたらやってみたい、何でもやってみたい、やりたいことが多すぎる。推薦コメント強化やった、ありがとうアンリちゃん、絶対見ます、嬉しい。記憶力どうやろう、演技力ね、演技力どうなんやろ、あるかな、あるかも、でも嘘はつかれへんタイプ明日のオーディションが一番大事かな、大事じゃないですか、やっぱりいっぱい見つけてもらわないと、他の人にもね、いっぱい見つけてもらって、あれこの子は誰だってなってもらえるように頑張る。 ST オーディションシーズン2に応募したことがありますか、うん、嘘でいっぱい星稼いできてありがとう、よかったら投げてください、食べます。推薦コメント鍵開けでしたわ、最初見ましたよ、もちろん嬉しかったです。セリフが飛んじゃった時はアドリブで乗り切ったりするし、すごっ、アドリブか、なんかもうすごい変なトンチンカンなこと言っちゃいそう。芝居は嘘演じるんやで、そう、それが難しい、ほんまに嘘つけないんですよ、全く嘘つけない人で演技できるかな、できるか、できる、でも早泣きはできると思う、かなんか一人でたまに早泣きしてる、一人で結構早い。
できたらいいな、演技とか。悪役令嬢とかできる。悪役やってみたい。悪役やりたいな。めっちゃ悪い役やりたい超悪いやつ。吉本が好きなんだっけ。お笑いかな。好きですよ、お笑いは。テレビ大阪。質問してすみません。全然全然何でも質問してください。何でも何でも。シンデレラとか お姉様的なのできますか。やってみたい。お姉様、お姉様、なんか自分の普段の自分のキャラと全然違うのとかやってみたいな。ドラマだからこそできること、舞台だからこそできることみたいな。今日の服は白のブラウスです。一応これリボン見にくいか。エッグもないんですよ。頑張ったらできてたんですけど、頑張ってもできひんくなっちゃった。エクボ欲しい、エクボ欲しいから誰かほっぺツンツンして作ってください。欲しかったエクボ。アッスンさんこんばんは。やった、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。セラマとマラム、分からへん。どういうことやろ。おでんツンツン男ほっぺツンツン、ほっぺツンツンってしちゃう。ほらまつげ長い。どうやろ、もっと長くなりたいけど、まつげ美容液で頑張って伸ばしてます。まつげ命、白色で綺麗なお肌。本当ですか。お肌もっと綺麗になりたい。もうめっちゃ黒かったんですけど、いつの間にか白くなれました。あ、こんばんはって意味なんや。すごっ、すごぐでたまさん。セラマとマラン、やっほー、こんばんは。松井くそ、松井くに命をかけて頑張ってる。命をかけて松井くしております命をかけて松井く頑張ってね。そう、まつげ長い子かわいいよ。じゃあ次、まつエク終わったらエクエクエクイクか、エクエクイク、うん、エクボ育成頑張る。エクボ欲しい。テロンテロンさんこんばんは。こんばんは、天才です自己紹介でこれから天才ですって言おう。まつげにマッチ棒をのせられるようになった。つまようじのせてみようかな。乗った意味わからんな。今日クイズ、クイズしようかな。じゃあなんかあと30分クイズしよう。すごいね、まつげ。帰国子女やから英語ペラペラ、羨ましすぎる、ほんまに。まあ私も英語はペラペラなんですけどね。本気出しちゃえば、本気出しちゃえば英語なんてもうペラペラのペラペラですよ。そんなんそんなん。どんなクイズにしよう。昨日結構
結構クイズやったから思いつかへん。なんやろう、食べ物クイズ。初見さんとかおるかな。じゃあ初見さんも多分増えてるっていうかいると思うので、また私に関するクイズをやっていこう。イエーイ。薄い方のペラペラ、うん、もうペラペラに喋れるよの方だよ。遊びに来たよ、ありがとう、ありがとう。まさひろさん、大豆をほっぺに絆創膏で固定してみる。それやったらそれでエクボ作るってこと。英語喋りながらマッチ棒乗せようか。じゃあもう火ついてるマッチ棒英語喋りながら乗せます。パチパーチ。好きな花、好きな歌手、好きなテレビ番組、いっぱいいっぱい。何にしようかな。昨日結構やったんですよね、昨日のおさらい。これでみことぴについて詳しくなってください。何やろうかな。何やろう。クイズ考えるの難しい。何がある。あ、仕事に戻ります。またね、ぐでたまさん頑張ってください。お仕事また来てください。じゃあ好きな色、これはね絶対わかると思う。第1問、好きな色は何でしょうか。チクタク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 。黄緑色見にくいな。初日の色かな。これはなんか結構言ってるからわかると思う。かなんかな。ウルトラバイオレット、めっちゃかっこいい。好きな色はウルトラバイオレットです。こんばんは、殿様ドラゴンさん、こんばんは。水色とピンクやもんな。ふうふう。そう、この答えは2色です。考えて考えて。2色やけど一番好きな色にする、やっぱ1色で。アイボリーが綺麗な。答え何色で書こうかな。これでいいか。大喜利してもいいですよ。お、ライトグリーン、エメラルドグリーン。詳しく言ったらそれです。すごい、なんでわかったんや。ピンクね。じゃあ正解発表。正解はじゃん、水色でした。でもライトグリーンとかエメラルドグリーンがめっちゃ好きけど、簡単に言ったら水色。あとはピンク色も好き。まあ水色が好きです。ミッチーさん、こんばんは。コン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 。じゃあ次二択問題にしようかな。二択問題する。まさたかさん、はじめまして。はい、2番。ででん、
朝ごはんはパンかご飯どちら派でしょうか。チクタク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 。透明とか好きな色透明です。水色似合いそう、嬉しい。水色めっちゃ好きです。修造さんこんばんは。そうペンライトカラー、水色とピンクがいいなってお話です。パン、おーおーおーおお、オートミール。もうさっきからめっちゃ脱線してますね。遅刻極楽丸さんもすごい暴走してる3番のもう大喜利始まっちゃうよ。みんなそういうところ関西らしくていいね。大喜利やっちゃってもいいですからね。朝からケーキかわいい。私は真面目なので一応2択って言ったらその2択のどっちかで答え選びますからね。みんな大喜利しても3番とかないからね。2択問題にマクドとか言ってないからね。ラーメンも言ってないからねほんまほんまにおもろい。朝から焼肉大丈夫、全然余裕。朝からめっちゃ食べれる派。朝から中尾の親子丼食べたことあるもん。じゃあちょっと脱線してる人多すぎるんで発表しますね。じゃん、パンでした。パチ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 。小学校中学校は絶対にご飯派で毎日おにぎり食べてたんですけど、もう最近絶対パン、食パン焼いてチーズとハムと目玉焼きをのせる、もう最高の朝。当たった、当たった、イエーイ。惜しかった、もう惜しかったよ。遅刻さん惜しかった今書こうと思ってたのにごめんね。では次は何にしようかな。二択問題いいね。そうハムエッグトーストほんまに美味しい。あの朝毎朝それを食べるのが楽しみすぎて早起きできる。明日の服決めました。決めたよ、楽しみすぎて。第3問目、これは難しいと思う。マイディナータイム、 See you みこちゃん。 OK、 いってらっしゃい、 See you。 コキザリーさん、See you。 3問目、何の水が好きでしょうか。これねめっちゃこだわりがあるんですよ実は。あれどこ、あー分かった、バイバーイ。お水はお水でもいっぱい種類あるじゃないですか。六甲の美味しい水とか、そうあのイロハスとか、と何がある？イロハスとサントリーとかダイドーとかセブンとかファミマとかローソンとか水道水とか、これちょっと難しいかな。六甲選択肢多すぎるでしょ確かに学校の水道水ちょっと難しいか。でも頑張って。あ、じゃあ二択にしようグダグダやな。3番のファンタグレープもそれは大好き、もう大好き。水色の水、多いお湯もうねふざけてるみんな。炭酸水オレンジジュース。サントリーのあの青い天然水とか、カスピ海の水も癖癖強っ。ビールなんでやねんお湯多い、お湯逃げ水好き。こちら生水
生茶みたいな有馬温泉の炭酸水、なかなかな無香水、あと何やったっけ、なかった、酸素水みたいな、水素水や、間違えた、太平洋の水、かっこいいなそれ。私水のこだわりあって太平洋の水しか飲めないんですって言って、めっちゃかっこいい、体健やかちゃだから、お水って言ってるじゃないか。じゃあ発表、正解発表いきます。サントリーの天然水でした。なんかこだわりあるんですよ多分、目隠して飲んだら絶対分からんけど、でも水買うってなったら絶対サントリーの天然水買ってるなんかこだわりがある。なんかイロハスじゃ飲めやねヨシさんこんばんは。そうだから太平洋の水ちゃうで、大西洋でもなくインド洋でもなく、サントリーの天然水でした。うん、絶対分からんけど、なんか天然水、サントリーの水って飲んだら美味しいし、イロハスと思って飲んだら、あーやっぱちゃうなってなる何言ってんねやろ、イロハスのみかん、あーなんかイロハスめっちゃ味出してる、桃とかも美味しいね。てか意外と9時なんのすぐやった。じゃあ次の問題に行こう。ちょっと水は難しかったね、ごめんね。名前でクリスタルガイザーじゃないのかクリスタルガイザーも選択肢にあったな。じゃあ次、私は普段スカートかズボン、どっちの方が履くでしょうか。これはだって下半身映ってないから分かんないんでしょうけど、想像で。お嬢様は天然水しか飲まん。そうお嬢様やから、私天然水しか飲めないの。ズボン、スカート着ててほしい、スカート、あやっぱ男性はスカート推しかな。ズボンかな。考えて考えて、イメージでもいいし、スカートで会ってくれ。お嬢様はスカートでしょ、半ズボン。少年おる、一人虫捕り少年おる万博やな、スカートイメージ。あやっぱスカートなんや。答えたら怒られる、ボケは書かないと、書かないときますレモン短パン、なんじゃそりゃ、聞いたことないな。もう私普段ボケやのにボケる人多すぎて大変、突っ込まなあかん。こうやって鍛えられていくんやな。宮本さんこんばんは。スカートかズボンどっちを履くでしょうか。元気です、めっちゃ元気です。じゃあもう正解発表しちゃっていいかな。いいたまー、正解はズボンでした。ウィウィーウィーウィー。みんなやっぱスカート履いてほしかったと思うけど、ズボンでした。ズボンばっかり、スカートあんま持ってないかな。アピール配信大変ですね、頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります。そうストリート系って言ってたから、もうあんりちゃんさすが、あーもうあんりちゃんさすがです、さすがだよ。ズボンのことはズボンでしまそうよ、ズボンでしまそうよ、ズボンのこと。そうほうきで履くのかと思ったんごほうきで履く、そうズボンでした。でもスカートも好き、デコ出しね、そうデコ出ししたいの、デコ出ししたい、デコ出ししたいからする。
今度やります。見に来てくださいね、新さん、新侍さん見に来て。正解はズボン。アスカさんこんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。もう50分になっちゃった。今日は9時ぐらいで終わりますね、明日のために。だから今からランキングをメモ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 していこう。13位からね。一瞬コメント読めなくなるけど、後でちゃんと巻き返すから、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。今日は13位からちゃんと書くね。これ変わっちゃうかな、大丈夫かな、ドキドキ。はい、本日の13位、じゃじゃん、ミニーさんです。いつもありがとうございます、ありがとうございます。第12位、カズッチさん、ありがとうございます。11位、第11位、じゃーん、吉田明さん、ありがとうございます。第10位、さなちゃん、ありがとう。あ、やばい、変わっちゃった。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 どうしようかな。と、第10位変わりまして、やふみちチャンネルさん、いつもありがとう。はい、9位、これ早く書かないとね。9位、ひでさん、ありがとうございます。さっき書いとこうかな。第8位、かずっちさん、パーン、ありがとうございます。第7位、まいさん、ありがとうございます。第6位、第6位、おたまちゃんさん、ありがとうございます。そしてそして、ベスト5の発表に行きます。3、2、ほい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 。
第5位山村貞子さん、いつもありがとうございます。パチ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 。第4位パミュさんです。ありがとうございます。コメントもいっぱいいっぱいしてくれて本当にありがとう。そして第3位じゃん、つーよんさん、ありがとうございます。第2位じゃじゃーん、さだなみさんです。ありがとう。ドキ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 。あれ、キャップなくしちゃった。堂々の第1位を飾るのは、かわいい、今日も第1位を飾ってくれたのはじゃじゃん、あんりちゃんです。イエーイ、いつも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 ありがとう。本当にいつも1位でありがとう。デスノートかなってみんなやめてよ。ありがとう。パチパチ。今日は結構長いことできましたけど、明日のために早めに寝ます。最後まで見てくれてありがとう。そして壇上の皆さんも、壇上じゃなくて見てくれてる人もありがとう。そう、あんりちゃん、クマ描いた。気づいてくれた？クマ、クマクマです。明日頑張るのでみんな見つけてください、35番を。そして応援してください。で、明日の朝は時間ないから夜できたらしようかなって感じ。急に始めたらやっぱ困りますか？明日ライブ終わって夜やろうかなと思ってるんですけど、またできそうな時間分かったらすぐ予定入れるので、お時間ある方見に来てください。そしてライブ来れる方も来れない方も私を見つけてください。ありがとう皆さん、ありがとうね。明日頑張ります。頑張る頑張る頑張る。おつみこー、ありがとう。今日も楽しかった。また明日の夜やります。え、できるかな、多分ちょっとになっちゃうかもけど、できる限りやります。じゃあ明日頑張りますね。ありがとう、頑張る頑張ります。あ、そうそう、じゃあ最後にもう一回画伯を見せとこう。ハッシュタグみこたぴでツイートしてください。見に行きます。めっちゃ推薦コメントもよかったらお願いします。おやすみ、また明日。ありがとう本当に。